霊夢は、渓谷と北朝鮮は仲がいいと思うか？お隣同士だけど、仲良しなイメージはないわね。だな。しかも、お隣の渓谷に北朝鮮が幾度となくブチギレているんだぜ。え？それはどうしてなの？これは気になるわね。ということで今回は韓国軍、北を挑発するも魚雷で撃沈させられてしまうをお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、渓谷の脱北者団体が、キム・ジョンウン委員長の体制なんかを批判するビラを、大型風船で北朝鮮側にばらまいたこともあったな。その時も、北朝鮮はブチギレているぜ。まあ北朝鮮は独裁国家だから、そんなことしたらブチギレるでしょうね。で、そんな気まずい関係にある両国の溝を、さらに深める事件があったんだな。ええ？そうなの？北朝鮮は切れると何しだすかわかんない国だから、ちょっと怖いわね。だよな、それじゃまずは鋸南について紹介するぜ。チャーハン？それは一体どんな兵器なのよ？チャーハンじゃないぞ、鋸南だ。これは渓谷海軍所属のポハン級コルベットの14番艦のことなんだぜ。1989年に寄港して、1991年から渓谷沿岸の哨戒艇として就役しているな。コルベット？まあ、コルベットは軍艦の艦種の一つだぜ。時代によっていろんな任務や大きさの軍艦に対して使われてきた名前なんだけど、大体はフリゲートよりも小さい規模の航洋艦に対して使用される艦種だな。なるほどね。で、この懸案は1999年に、北朝鮮の朝鮮人民軍と渓谷海軍との武力衝突の一つ、第一四平海戦で北朝鮮と交戦したうちの一隻だったんだ。ポハン級は24隻就役しているんだが、2009年から順次退役が始まっていて、この鋸南も近いうちに退役する予定だったぜ。予定だった？もしかして、退役できなかったって言いたいの？その通りだぜ霊夢。実はこの鋸南、退役する前に、朝鮮人民軍によって沈没させられたんだな。は？一体どういうことなの？これは鋸南沈没事件と呼ばれてるんだ。それってどんな事件なのかしら？この事件は、鋸南が2010年3月に16日に朝鮮人民軍の魚雷攻撃で撃沈されたと言われてる事件だな。日本だと外務省が、渓谷哨戒艇沈没事件とか渓谷哨戒艦撃沈事件って呼んでるんだぜ。2010年って、意外と最近よね？ああ。14年前にこんなとんでもない事件が起きてるくらいだから、渓谷と北の仲の悪さがわかるよな。うん。こりゃ、相当仲悪いわね。それじゃ、ここからは時系列順に解説するぞ。まず、2010年3月に16日午後9時45分頃最初の事件が起きた。鋸南が朝鮮半島西方航海上の北方限界線 NLL 付近を航行していたところ、船体後方が爆発して、船体が2つに切断されて沈没したんだ。ええ？これにより、乗組員104名のうち46名が行方不明になったぜ。半数近くが行方不明になったの。乗組員の安否が気になるわ。そこは後で詳しく解説するからな。これを受けて渓谷政府は、すぐに緊急安全保障関係閣僚会議を招集して、原因究明と対応協議に乗り出したんだ。一体原因は何なのよ？実は、この海域では、朝鮮人民軍との小競り合いが以前から頻発していたんだ。そのため、渓谷国内では北朝鮮による攻撃を疑う声が上がったんだぜ。以前から小競り合いが絶えなかったなら、北の仕業だって思うわよね。ああ。だが、渓谷政府は全ての可能性を念頭に置いていると主張して、慎重に対応したぜ。おお、渓谷にしては珍しく危機感を感じて対応したのね。まあ、それを普段からしてほしいもんだけど、特に建築物とか兵器作りとかには危機感持ってもらいたいぜ。その後、4月15日、切断された船体の後半部分が引き上げられて、行方不明となっていた46名のうち36名の遺体が収容されたんだ。船体には外部からの爆発による衝撃を受けた痕跡がくっきりと残されており、魚雷や機雷と接触したという見方が強まってきたぜ。魚雷による攻撃だったのね。でも戦時中でもあるまいし、なんでこんなことになったのかしら。まあ考えても渓谷には結論が出なかったから、渓谷政府は国外の専門家を交えて爆発原因の本格的な調査に乗り出したんだな。あの渓谷が海外のプロフェッショナルに頼ってる。ここまで慎重に動くなんて、よほど事態は悪かったのね。ああ、いつもの渓谷とは思えないぜ。視聴者の皆さん、渓谷と北朝鮮は仲良くなれると思いますか？コメント欄で教えてね。その後、さらなる調査が続き4月24日には、船体の残り前半部分が引き上げられたんだ。これを調べた軍と民間の合同調査団は、
内部爆発の可能性はなくて、艦から近い水中での爆発によって艦体が切断し、沈没した可能性が高いと判断したぜ。ふむ。それで魚雷による攻撃を受けたんじゃないかって意見が出たわけね。そうだぜ。これを受けて5月20日、軍と民間の合同調査団は、鋸南は北朝鮮による魚雷の攻撃を受けて沈没した、と断定する調査結果を発表したんだ。その根拠としては、沈没現場の周辺で北朝鮮製の特徴を示す大型魚雷の残骸が発見されたことと、鋸南の沈没に前後して北朝鮮の潜水艦と母艦の活動が確認されたことが挙げられてるぜ。今回は海外諸国の力を借りて調査したんだし、警告も本気度が違うわよね。ああ。それに攻撃に使用された潜水艦艇は、北朝鮮の与野型潜水艇の可能性があるとも発表されてるんだ。そこまでわかっていたんだね。だが、こんなこと言われて北朝鮮が黙っているはずないよな。北朝鮮の祖国平和統一委員会は、この事件への関与を否定していて、謀略だとして警告の批判を開始するぜ。そりゃまあそうよね。素直に、ごめんなさいできたら、最初から警告に魚雷なんて打ち込んでないでしょうし。だよな。それでどうなったの？これに対し、当時のイ・ミョンバク大統領は2010年5月24日に大国民談話を発表したんだ。警告海軍所属の哨戒艇鋸南が北朝鮮の魚雷によって沈没した事件について話し合おうとしたのね。そうだぜ。大慶民国を攻撃した北朝鮮の軍事挑発とした上で、北朝鮮は自らの行為に相応した対価を支払うことになる、という考えを述べたんだな。珍しく警告も強気ね。まあ、こちらから何もしてないのに急に攻撃されたら、こういう態度にもなるか。まあな。さらに、北朝鮮の責任を追及するために、ある対策を取ったんだ。ある対策？ああ。北朝鮮の船舶が警告の海域と海上交通路を利用することを禁止して、南北間交易を中止する措置を取ったんだぜ。また、警告の領海と領空、そして領土を武力で侵略する場合には、即座に自衛権を発動するし、国連安全保障理事会への提起もするし、国際社会とともに北朝鮮の責任も追及するとした上で、警告の戦力と米韓防衛体制を一層強化することにしたぜ。今回ばかりは、自分たちに何も非がないからめちゃくちゃ強気ね。いや、あたかも警告が北朝鮮さんから特に理由のない暴力を受けたかのように見えるけど、この事件に関してはいろんな意見が出てるのも事実だぜ。え？でも、調査の結果、北朝鮮からの魚雷が原因だって言ってたわよね。まあ、あくまで有力な説の一つなんだな。ええ？別の意見としては、軍民合同調査団のシン・サンチュル専門委員が、こう言っているぜ。沈没は座礁と衝突によるものであり、北朝鮮からの魚雷で沈没したのではないと批判する意見を出しているんだ。座礁と衝突？もしそうだとしたら、原因は完全に警告側にあるじゃない。なんだか話がごちゃごちゃしてわからないわ。それについても説明するぜ。まずな、もし鋸南が座礁したなら、乗組員たちは強い揺れに見舞われただろう。そして、それならば彼らは上方向に放り出されて、骨折や擦り傷を負ったはずだ。うむ。そうよね。でも、それは実際に鋸南に乗っていた人じゃないとわからなくない？まあな。鋸南の乗組員から話を聞くのが一番確実だけど、残念ながら彼らはこの世にいない。とくれば、残っているものからその証拠を集めるしかないんだぜ。残ってるって、沈んだ鋸南を調べるってこと？でも、調査団が詳しく調べたんでしょ？他に何か証拠はあるのかしら？あるんだな、これが。座礁した時の衝撃波は乗組員たちだけじゃなくて、艦内にある全てのものにも二次的衝撃を与えてるはずだ。特に、鉄で作られた軍艦では、特定部位に打撃が加えられても、その衝撃の余波が物体全体に伝播するんだぜ。つまり、船体部品の継ぎ目や付着物、武器体系もその余波の影響で元の位置から離脱したり破損したりしたはずなんだ。なるほど。それじゃ、他にも衝撃で壊れたような部分が見つかれば、座礁が原因だって証明できるってわけね。その通りだぜ。だけど、同調査団が公開したディーゼル機関室だと、こうした衝撃の痕跡を見つけることはできなかったんだ。船体の全ての継ぎ目が綺麗に残ってるから、座礁と衝突説は可能性としては低いんだな。そうなんだね。まあ、警告がしくじったのではなかったってことか。いや、そんな中、さらに別の説が出てきたんだ。2012年8月27日、警告地震研究所のキム・ソグ所長は、とんでもないことを言い出した。とんでもないこと？ああ。なんと、警告海軍が放置した機雷が爆発の原因である可能性が高い、という警告しくじり説を出したんだぜ。まさか、すべては警告のしくじりが原因だったの？
まあ、事故当時の地震波と空中音波、水中音波を分析した結果、爆発によって生じた地震規模は、火薬成分のトリニトロトルエン TNT136kg の爆発力に相当することが分かったんだ。ふむふむ。そして、これは、1970年代に渓谷海軍が公海上に配置して、そのまま放置した陸上操縦機雷の爆発力と一致するんだ。おいおい、渓谷、兵器のずさんな管理ばかりするから。それじゃ、渓谷がしくじったで確定ね。いや、あくまで可能性だからな。これ以外にも、爆発の際に観測されたバブル周期にも言及されていて、魚雷の爆発ではバブル周期が 1.1 秒以上なんだけど、魚南の爆発で観測されたデータからは 0.99 秒が推測されたんだな。それが何なのよ？この 0.99 秒というタイムは、TNT136kg の爆薬が水深8メートルで爆発した時に観測されるデータと同じだったとすると、TNT250kg の北朝鮮製魚雷 CHT-2B が水深6から9メートルで爆発し、それによって地震が発生したとする渓谷軍と民間による合同調査団の発表とは、大きくかけ離れることになるぜ。はあわら、なんだか話が違ってきたわね。だな。実際、再調査が必要だっていう専門家もいたくらいだぜ。だが、これに対して国防省の関係者は、北朝鮮製魚雷によって巨難が攻撃された、という結果は、各国の専門家が数ヶ月かけて検証し、導き出したものだとして、機雷による爆発の可能性を否定したぜ。へぇ、なんか、調べられたらまずいことがあるから調べたくないって言ってるように感じるのは気のせいかしらね。確かに、あらゆる可能性を検証していくのが事故調査の本質だと思うぜ。まあ、警告には警告の事情があるんでしょうし、別にこれ以上ほじくる必要もないわね。ところが、この事件はこれだけにとどまらず、さらに別の事件へと発展していくんだ。まだほじくるんかい。2018年にオーマイニュースが過去の陰謀論を否定してある指摘をしているぜ。それは、パクチェソ少佐がチャンソンテクから直接聞いた証言から、北朝鮮強硬派による挑発という事実が明白だと指摘したんだぜ。これにより、イミョンバク政府の対応が、北朝鮮内部の対韓穏健派の立場をなくしてしまったんだ。マジか。でも、北朝鮮って将軍様の機嫌一つですぐ処刑するけど、穏健派の人たちは大丈夫かしら？残念ながら、大丈夫じゃなかったんだな。これにより、穏健派の大量粛清につながったぜ。やっぱりか。さらに、北朝鮮軍内部の強硬派の勢力拡大を知りながらも警戒を怠ったことを指摘して、同時にイミョンバク政府の北朝鮮管理能力も批判したんだ。四国信用軍区の情報サポートなしで、私たちの海軍の力だけでは絶対不可能だ、というチャンソンテクの発言から、北朝鮮強硬派が、関係の深い信用軍区から衛星情報などの支援を受けて実行していたことも明らかになるぜ。へぇ、どんどん人の命が失われていくわ。まだまだあるぜ。捜索中の二次被害により、事件発生から4日後の3月30日。水深約40メートルの沈没した艦内で、作業中のダイバーが意識不明になって病院に搬送されたけど、命を落としてしまったんだ。負の連鎖が止まらない。さらに4月2日には、遺留品の捜索に協力していた99トン級の底引き網漁船が、カンボジア船籍の貨物船と衝突。沈没したことにより、救命が行方不明になったぜ。は？なんか知らんけど、未然に防げたような事故でさらに10人もの尊い命が犠牲になったの？ああ。これらによる10名の犠牲者を含めると、この事件に関連した犠牲者は56名となったな。いやいや、犠牲者出過ぎでしょ。それに、これだけの人命が失われるとなると、遺族たちだって黙っていないんじゃ？その通りだぜ。巨難の沈没が北朝鮮の攻撃の仕業であるという事実を、左派政治家や市民団体が視覚的に否定しているとして、巨難を攻撃した北朝鮮のキム・ヨンチョル朝鮮労働党副委員長を、2018年ピョンチャンオリンピック閉会式に誘致しようとするムンジェイン大統領に対して、物申す人が出てきたんだな。彼らは、巨難爆沈は北朝鮮の仕業であるという確かな立場を、大統領が警告国民の前で表明し、北朝鮮のせいではないと主張する人々のせいで起きている、南南葛藤の原因を取り除いてほしいと批判して、訪問に反対したぜ。そりゃまあそうだけど、ムンちゃんが謝罪なんてするかしら？これに対し、ムンちゃんはいつも通りの塩対応で応じているぜ。え？そうなの？2020年3月、ピョンチュンウォンで開かれた政界守護の日の式典で、事件の遺族が招待されたんだ。このうちの一人がムンチャンに詰め寄って、巨難艦沈没は誰の仕業かと質問したんだけど、北朝鮮の行為というのが政府の認識と塩対応で返したぜ。ムンチャンは遺族の気持ちなんてどうでもいいんでしょうね。
また、2020年6月に、渓谷はヒョンチュンイルの行事で、鋸南沈没事件と第1第2ヨンビョン海戦の遺族を招待しないことを発表したぜ。は？招待しないの？ああ。渓谷政府は、流行り病であるコロナウイルスの流行を鑑みて出席者を絞ったためと説明したんだけど、渓谷軍内では、ムン大統領は、自らの主催する行事に鋸南館遺族らが出席することが不快だったのではないかって話が出てるんだ。ほんと、どうしようもない大統領だったわね、ムンちゃんは。それに、結構最近まで動きがある事件だから、今後どうなるのかしら？もしかしたら、新しい情報が出てきて衝撃の展開が待ってるかもしれないわね。その時はバッチリ、このチャンネルでお伝えするぞ。これからも渓谷から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。